ゆきさんがいなくなった。あ、上がった上がった。あ、すごいかっこいい。みるみるランド。はい、どうも、ヒーローゆうきです。今日はですね、こちらテントです。サーカス TC デラックス、これを開封レビューしていこうと思います。もうね、これずっと前から欲しかったんですよ。大人気のテントです。で、実は僕はキャンプで薪ストーブやりたかったんですよ、ずっと前から。で、そのために今回買ったんですけども、薪ストーブやるとね、その薪ストーブを入れられるテントっていうのが必要になるんですけども、すごい大人気のテントで、まあ、今回こちらダックグリーンっていう色なんですけど、もう一個のサンドベージュの方はですね、もう本当に売り切れててない、買えないんですよ。次の入荷が4月とかって、そんだけすごい人気で、天幕デザインっていうブランドのテントなんですけども、天幕デザインっていうのはアウトドアショップワイルドワンのオリジナルブランドになります。じゃあね、早速開封していこうと思います。さあ、楽しみですね。大人気のテントはサーカス TC デラックス。では開けていきましょう。パッカーン。はーい、来ました。サーカス TC デラックスダックグリーンバージョン、いいっすね。結構ね、重いんですよね。これちょっと、これこの体勢で持ち上げるのはきついな。横にしよう。重い。かなりのヘビー級ですね。かなり重いです。はい、こんな感じ。うおー、いいね。外箱はこんな感じです。なんかもうこの時点でテンション上がりますね。ここはなんか縦の表記になってますけど、こちらサーカス TC デラックスダックグリーンバージョンなんですけども、この他にですね、普通のサーカス TC というのもあります。で、そのサーカス TC とデラックス何が違うのかっていうと、サイドフラップがついてるかどうかですね。ここの部分ですね、このサイドフラップと呼ばれる部分が、これがないのが普通のサーカス TC で、このサイドフラップがついてるのがこちらサーカス TC デラックスになります。ポイント1が、片方の入り口が付属のポールで立ち上がることで雨の侵入を防ぎ出入りが便利。ここですね、こういう風になることでここ出入りが便利になります。で、ポイント2なんですけども、サイドフラップを別売りのポールで立ち上げることでタープのように貼ることが可能です。ここの部分をこう立ち上げることで、はい、でここにポールをこうやって渡すことでテントの前にタープを貼ったような形を作ることができると。これがデラックスの特徴ですね。素材なんですけども、コットン混紡生地かっこ TC って書いてあります。この TC って何かっていうと、ポリエステルとコットンの、これが合わさった生地になってます。で、ポリエステルが 65% でコットンが 35% で撥水加工されてます。で、ポリエステルっていうのはテトロンっていうんですね。別名テトロンなので、このテトロンの T とコットンの C、 これで TC 素材と言います。で、それぞれ特徴がありまして、コットンというのは通気性と吸水性に優れていて、静電気も発生しにくいというのがコットンのいいところで、それに対してポリエステルというのはシワになりにくく乾きが早いと、そういう特徴なので、そのコットンとポリエステルのいいとこ取りをしたのが TC 素材になります。で、コットンというのは水を含むと膨張するという特徴があって、雨水を含むと自ら生地の隙間を埋めてくれると。なので耐水圧がそんなに高くなくても雨漏りすることがないっていうのがこの TC 素材のいいところになります。で、あとはコットンが水を吸ってくれるので結露しにくいとか、ポリエステルは火に弱いんだけどもコットンは火に強いから火の粉が降ってきても穴が開くこともないと、そういう特徴がありますね。収納サイズ 630×270mm、 組み立てサイズが 4420×4200×2800mm と、で、重量が 12.3kg、 結構重いですね。はい、で、あとこちらですね、ワンポールなので組み立てしやすいという特徴もあります。みるみるランド。はい、では開封していきましょう。このね、開ける瞬間がワクワクしますね。じゃあ引っ張り出してみましょうか。よし、天幕デザイン、これね、でね、肌触りいいですね。 TC 素材なんかザラザラしてなくてね、結構スベスベしてる感じ。ここに持ち手があります。こんな感じ。あー、重いな。やっぱりファスナーはね、2つついてます。こうすると、はい、オープン。これがテントですね。説明書入ってました。取扱説明書がこんな感じですね。設営方法とかもね、ちゃんと図解で詳しく書かれてます。で、あとセット内容ですね。で、ランタンハンガーは電池式専用です。
ガソリンやガスのランタンは吊るさないでください。塗装の剥離や一酸化中毒の恐れがあります。でこちらが警告使用上の注意と。設営方法なんですけども、まずは設営ガイドを広げますと。次にペグを5箇所打ちます。で次にベンチレーターをセットして、本体を立ち上げて針の調整をします。で針綱を張ってサイドフラップを調整で最終確認という工程になります。でこちらがセット内容ですね。で製品サイズがこんな感じです。で素材、本体がコットン混紡生地、表面撥水加工、裾部スカートポリエステル、ポールスチールということです。はい、じゃあ開けてみましょうか。この紐は後で使うのかな。では開けてみましょう。はい、うわー重厚感あるな。できるだけね、これ収納する時のためにこの形崩したくないですね。分かんなくなっちゃうからね収納。はい、こちらがポール。おお、ごついな、すごいごついポールが出てきました。太いねこれ。でこっちは細い。あ、でこれがあれだね、ランタンフック。これがセンターポールになるのかな。これバラバラにならないようにちゃんとこういう風にね、中にワイヤーが通って、これで1本になってますね。ペグとこれが設営用ガイドセットってやつかな。はい、そうですね、これですね、設営用ガイドセット。はい、こんな感じです。でこれがペグかな。はい、ペグが出てきました。赤印ついてるのが、これが設営用のペグですね。この中心に刺すやつですね。であとこちらが針綱になります。はい、では実際に外に行って組み立ててみたいと思います。外へ移動、みるみるランド。はい、ではサーカス TC デラックス組み立てていきます。はい、設営していきます。今ね、外に来ました。河原です。河原のキャンプ場。まずは中身を取り出します。はい。犬の散歩ね、かわいいですね。設営ガイドを広げます。これですね。へえ。ペグの赤いこのシールがついてあるやつ、はい、これをここの中央に刺すと。おお。あの間違ったこれをね、これを刺さなきゃいけなかった最初ね、慣れないうちはね、ありますね、あるあるです。あー、そういうことだ。あ、だからガイドが。そうそうそう、これね、この紐、これをこうして、うん、はい、で、ここの、はい、その1,2,3,4,5、うん、ここに合わせて。あ、はい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 。あ、すごい、わかりやすい。ここでペグダウン。はい、これ5箇所。あ、5箇所ですね、そうですね。結構広くなりそうですね。そうだね。はい、今4箇所目ペン抜きます。はい。で、これベンチレーターをセットしますって書いてある。どこか空気穴が準備するべき場所があるってことですね。ここですね、ここが上になるから、ここがベンチレーター。あー、そこがベンチレーターで、ここが高くなっちゃうから先にこのベンチレーターをセットしておくと。はい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 。ここをマジックテープでこう、そうするとここ換気ができる。なるほど。これを2箇所ですね。すごいな、芝がいっぱいつくね。そうですね。5箇所止めました、端っこ。今ね、ペグを打ったところに穴に1個1個合わせるようにして5箇所合わせたので、この後ね、ポールを用意して1箇所でテントにじゃじゃーんとなる予定です。これ太いんだよね、これね、うん。で、これがランタンフック。あー、ランタンフックもついてるんだ、素敵じゃないですか。じゃあね、ポールを中に入れます。で、突き刺して持ち上げる、はい、ゆうきさんがいなくなった。あ、上がった上がった、上がった、ね、あ、すごい、かっこいい。いや、ちょっともうちょっと引きましょう。上がりました。上がりましたね。で、今の部分が、ま、
どっちも開口部なんですけど裏の部分になるかなと思います。はい、こんな感じでね、今ベンチレーターのところもしっかりね先セットしたのが、立ってますね。でここまでやったらこのベルトのここを調整して、はい、ピンと張るように引っ張ります。はい、それは5箇所全部ですか？はい、ここもなんか止めれるようになってるみたい。ああ、真ん中ですね、角と角の間ですね。そう、別にやんなくてもいいけど説明書には書いてないけど、はい、ここしっかり止めたい人はここもペグダウンしとくとしっかりと下が閉まる。この三角をピンと張るっていうことがポイントですね。かっこいいじゃないですか。いいな、いいな。これで空気穴もしっかりあります。じゃあここをロープ張っていきますけども、ここもやい結びします。はい、まずここ通して、で輪っかを作って、でこう通して、こんな感じでもやい結び。あと下もここも通すんですけど、こう輪っかがあるんでこれをこう通した上で、でここにまた通します。2箇所にあって、上と下と2箇所ですね。はい、今ここもやい結びして、ここももやい結びして、はい、ここ2点止めました。で、はい、ここが輪っかがこう通ってる感じ、うん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 、でこの状態でこれを貼って、でここでペグダウンしていきます。はい、であとはここ、いい感じ、うんうん、この自在金具でこうやってピンと貼って、うんうん、しっかり締めてあげて、そうすると、はい、形になります。おお、はい、5箇所やるとこんな感じで貼れるように。いいね、かっこいいね。うん、すごいかっこいい、安定した三角ですね。ぐるっとじゃあ周り見てみましょうか。はい、いやかっこいい。あ、ここにねマークがついてますね。で、ちゃんとベンチレーターも開いている。とで、こっち側にもちゃんとマークがついているって感じですね。こんな感じで、まずはね立てることができました。でここを開けてみます。はい、出入り口1箇所目ですね。このテントはね2箇所この出入り口があります。でで、あ、結構広い、広い、広いね。素敵。で立てます。僕172センチですけど全然余裕あります。あ、本当ですね、余裕ありますね。はい、なんかあったかいな。あったかいですか。でここにランタンフックが来る。ランタンフックここですね。おお、いいですね。でベンチレーターは本当高くて届かない。ああ、届かないですね。でこっち側はビラビラあるので、ここもちょっと展開してみたいと思います。反対側正面、はい、ビラビラあるのでこれはなんか負けるのかな。負けると思いますよ。これが留め具か、うん、こうやってなんか巻いておくこともできます、ね、うんうん、2箇所にやってあげると確実な感じがしていいですね。ファスナーは上からも下、上と下両方あります。2つ。お、上からもこう下ろせるし下からも上げれるしっていう。うーん、そういうことなんですね。じゃあ向こう正面回ってみます。はい、正面来ました。2箇所目の開口部です。そうするとここがこうなるわけですね。うんうんうん、それですね。でここにもう一本のポール刺してみます。はい、はい、今ねもう一本の付属のポールを立てて、その先端にですね、こういうことですね。おお、貼るとこんな感じ。すごい。でそれはペグかなんかで、でこれでペグダウンすると、おお、変わりますね、変わりますね。すごい、すごい。はい、ただいま、ペグ。そうすると入り口がすごい広くなりましたね。うん、固定されましたね。でもう一箇所開くんですよね。もう一箇所で、ね、ここ開くんで、そこ開けてみてください。見たい。おー、でそれが屋根になるってことですよね。こうですね。そう、すごい、これいい。でここのポールは付属してないので別途用意します。はい、ちょっとここもやってみましょう。やってみましょう。もう一本ポールを取り出しました。
こちらのポールはですね、私たちがタープを張るときに使っているポールで、タープ用のポールがあったので、これをねちょっと使ってみて、こんな感じでもう一箇所張ってみます。こんな感じかな。はい、こういうことですね。そういうことですね。やった、できたできた。はい、これで入り口が広くなりました。ルームツアー行ってみたいと思います。ここが屋根があって、結構いい感じで高いですね。はい、で入っていくと結構な、ね、広さがあるんですよね。これだけの、はい、広さがあっての中入っていくと、ぐるっと回ることができて、こちら側からも出ることができます。で振り返ってみると、はい、こんな感じですね。おお、こういう風に、屋根がね、タープみたいに屋根があると、ちょっと雨が降った時とかでもこの前室みたいにしてね、余計にこの下が使えるっていうのがね、かなり、これはいいよね。だから別にタープ張る必要がないからね、はい、素晴らしいと思います。このファスナーなんですけど、これ内側からも外側からもどっちからも締めることができます、うんうん、両方にこう紐がついてるんで、上からと下から、そして内側からと外側から、そうそうそう、どちらも締めることが、開閉がねできるようになってるってことですね。で、出入りするときはね、下をこう今みたいにしてあげるといいんですけど、ここに、内側からもできるし、うんうん、外側からも開け閉めができます。はい、便利で、これね、上の方は煙突とか出すときは上からね開けてあげると、下の暖気があんまり逃げずに、そして上に煙突を出すことができるようなセッティングになってます。こちらサーカス TC デラックス、ちゃんと立てることができました、はい、これから、キャンプで使っていこうかなというふうに思います。うん、楽しみ。で、次はですね、ここの中に薪ストーブ入れてみたいと思います。なので、この次の動画でそちら薪ストーブのレビューをアップしますので、そちらも楽しみにしていてください。というわけで、今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。インスタ、フェイスブック、ツイッターなど SNS もやってますので、そちらも遊びに来てください。では、さよなら。さよなら。